こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあリスクの取り方なんですけども、まあリスクはね、私全然取っても構わないと思うんですよ。まあつまり生きてるってことは死ぬリスクが常にあるんですよね。そのリスクが、まあ顕在化してないだけなんですよ。なんで顕在化してないかっていうと、やっぱり物を知らないからなんですよね。健康について知れば知るほど、なんか不思議なことにね、食べることがすごくね、億劫になってくるんですよね。食べると、とりあえずは、健康リスクって下がるんだと思うわけなんですよ。でも食べなければ食べないで今度ね自分の免疫力が落ちるんで健康リスク下がるんですよね。つまり何をやっても死には向かっているんですよ、生きるってことに関しましては。でもビジネスとか感染症とか、それからワクチンっていう人工的なわけのわかんないものを体に入れるってことに関しましては、リスクを下げているようでいて高めているのかもしれないんですよね。で、まあ、堀江さんの見解も確かにあるんですけども、まあ、そもそもがワクチンっていうのは重症化率を下げるための目的のものが今出されてるだけなんで、感染抑止とは全く関係ないんですよね。まあでも多くの人が感染がこれで止まるというふうに勘違いしちゃってるところがあって、なぜかわからないけどもワクチンの普及率がね、だいぶ進んできて、今だから7000万回分はもう行き渡ってるということですよね。接種してる人はそんなに多くないんですけども、でも接種してる人が大半ってわけでもないのに、なぜか今ね、1日の感染者数が50人以下とかになってると。不思議なことに50人以下ってことはもう完全収束してるわけなのに、収束宣言が出てないし、なんかこれから6波みたいなことを言い出す人もいるわけでしょ。でマスクも相変わらず取ってないわけなんで、これ完全に集団催眠だなと思うんですよ。で、まあ、堀江さんがワクチン打ってるところを見せてるっていうのは、まあいろんな理由がありますけども、つまりは堀江さんが打つことによって、堀江さんは自分の行動範囲を広げてるわけなんですよね。これ別のところでもそういうふうな見解があったんですけども、ワクチン打たないよって言ったら会ってくれる人が減るんですよ、思い込みから。だから YouTube で打ってるところを表現することによって、いろいろ喋ることによって、ワクチン打てば大丈夫って勘違いしてる人とか、コロナは危険だって勘違いしてる人に対してのものすごくね、メッセージになるわけですよね。だそういう打算があってやってるところもあって、他の方も確かそうですけどね。でこの前山本太郎さんが、私自身はワクチン打ってませんよって言われてたんですけども、それをねやっぱ記者会見で言うと、なんで打ってないんだとかになるわけですけども、でもそもそも感染するしないっていうのとワクチンは全く因果関係なくて、ワクチンってそういうものじゃなくて重症化にならないよっていうワクチンなんですよね。でもともと今回の感染症っていうのは重症化率がもともと低いわけですから、じゃあ低いワクチン、低い状態でさらにワクチン打ってあんまり変わらないわけですよね。だから本当はワクチンは在庫処分で日本に入ってきてるだけで、別に日本政府も買う必要もないし、まあ、それをね接種させる必要もないし、でそもそも全人口に行き渡るぐらい仕入れができてないんで、まあ、多分3回目の接種とか計画してますけども、結局実施はなんか先送りっていうかね、しないまま今年超えちゃいそうですよね。本来だったら11月から12月に3回目の接種を2回目打った人にまで進めてっていうのがあったんですけども、すでに1回も打ってない人に対するおすすめは出なくなっちゃって、ワクチンパスポートもねアイデア出てたんですけども、結局はなんかやめる方向になっていって、じゃあワクチンは何だったのみたいなねアベノマスクかみたいな。結局ワクチンを導入することによって、それに関わる業者さんが儲かるだけみたいなね。だからそういうふうな目的ではなくて、ワクチンっていうのは手段になってしまったっていうのが、まあ皆さんのね見解なんだろうなと思うんですよね。まあもちろんワクチンっていうのは目的じゃなくて、多くの人にとっては手段でね、なんか目的を達するためにワクチン打たないとできないからみたいなことになっちゃってるわけなんですよね。まあ私が打つなら、今度出てくる新作のワクチンは打つかなと思うんですよ。それは今までのワクチンっていうのは結局2019年から2020年の初頭に出てきたものを解析したものなんで、すでに新型コロナウイルス対策のワクチンではなくて旧型コロナ対策ワクチンなんで、まあデルタ株以降には全く関係がないっていうところもありますんでね。だからこそなんですよ、打ったことをスタイルで見せて安心する人の勘違いをまあ考えてね、打つスタイルの人がいるっていうのはもうしょうがないかなと。要するに効果よりもなんか見え方なんですよね、きっとね。つまりそのビジネスも同じで、実際にどうなのかよりもどういうふうに思わせるかが非常に重要なんだろうなと思うんですよ。実際に FX でお金持ちになるとかならないとかっていう問題ありますけども、少なくとも他で可能性が見出せなかった人は FX で少額でどうですかみたいな見せ方ですよね。
そうすると FX っていうのは1万円以下でもできるよとかね、初心者でもできるよっていうふうな見せ方でできるんですけども、じゃあ FX をやってきて本当に1万円からね、じゃあ100万1000万が埋めるかっていうと埋めないですよ。これは特に数年間じゃ、それこそ1万とかじゃダメで、やっぱ100万ぐらいないとその100万から年間で500万とか1000万を生み出せないっていうロジックだし、現実だし、しかもね、その、まあ、FX で本当に儲けることができるかどうかって言ったらゼロサムゲームなわけですからね、で勝てる人が1万人中1人いる中で他の人は負けるっていうロジックで、負けた人からお金集めて、で賢い人とかしっかりと根性出してやる人だけにお金が集まるっていう図式なんで、まあビジネスごときにね、挫折した人に言う、なんですよ、 FX は無理でしょうね、きっとね。まあですので吉谷さんの判断はすごく正しくって、 FX だろうが投資だろうがね、ビジネスで挫折した人がやることではないですよね。余剰資金が埋めない人が全員かもです、こういうの。あと FX をずっと見てきて思うんですけども、FX で稼がすことができますよって人が誰が嘘だったのかもう今は分かりますね。もうびっくりした人が嘘ついてますよ、これは。自分で稼げるようになったらそういう思考方法で勝てないだろうっていうのが明確になるんで、もう付き合う人も変わりましたね。なんか信頼できるはずの人が信頼できないってこともなんか見えてくるし、その一つがね、 FX ずっとやっててお金が作れないってどういうことみたいなそこなんですよね。もう私ですらね、そう思うんで、私以上に FX のキャリアがある人っていうのは基本的には当てにならないなっていうところもあったり、もちろんトレードそのものが好きっていう人もいるかもしれないんでね、なんとも言えないところですけども、まあ、そういった意味でも短期間で辞めて資産を残して退場する、だからアフィリエイトで家を建ててアフィリエイトを辞めるみたいなね、私の形を私はこれからもやっていこうかなと。マーケットで必要な金額稼いだら出ていくみたいな感じですよね、やっぱりそういうふうにどん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 移り変わっていきながら私も勝負していきたいなと。これからだからメタバースの時代かなと思いますんで、暗号通貨でも何でもなくって新しいテクノロジーとかを追っかけていこうかなというところですかね。それが私のリスクの取り方。新しいマーケットは情報や先駆者がいない分だけリスクは高いんですけども、同じだけの先駆者たるべき先行者利益のチャンスがあるかなと思ってるんですけどね。まあわかりませんけどね、どうなるのかね、どこで転落するのか、今までの私の歩みが疑方だったのか勘違いだったのか、自分の考え方にすら私はリスクを感じてます。いってらっしゃい。